ミッキーミッもともとエナジービタミンミエンユーカチカチだバッティングセンターの前恐るべし筋肉痛皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。いやー今ビタミンミー踊ったんですけど筋肉痛が、昨日あのバッティングセンター140キロ打ったんですけど、もう全身筋肉痛でもうガッやぞということで、まあやっぱ栄養が欲しいわけでございますね。ちなみにですね、私たちですね、1日に必要なビタミン C はなんと 100g なんですね。バナナで言ったら 6.25 本分なんですね。意外と少ないけど食べるには多い。これちなみに今5本分しかないんですけど、プラス 1.25 本分つきます。こんだけ必要、これ食べるの大丈夫かな。1日そんな食べられるかな。じゃあこちらカゴメワンデイというですね、飲み物でございます。実はですね、まあ、あのカゴメさん、まあ、私の大学の同級生も実は働いてるんですけれども、まあ、1日必要なこのマルチビタミンですね、これ1本で飲めるということでございますですね。ドラゴンボールとのコラボしているということで、カリフラワーってあの昔あのオスオラニートのガリガリガリクソンがやってましたけど、痩せましたよねガリクソンさんって。どうでもいい、そんな話はどうでもいいね。でこの実はワンデーというのはですね、今回実はあのビヨンズとコラボしてビタミンズとして、コラボした作品でございます。今年の4月中旬から発売されてて、今6月のもう後半ですけども、ね、今日やっと大分市内のスーパーで見つけました。今までコンビニやですね、こう地元のうちの市のですねスーパーに見たのがなかなかなくて、やっと会いましたよ。会いたかった会いたかったタイアップカット、はい、ということで、ここで会ったが何年目っていうか、まあ、初めて会いましたけども、今回ですね、このワンで今から飲みます。まあ、飲んだ感想を、ご紹介するとともに、後半は、まあ、あのナレーションでなりますけども、このビタミンズのですね、今回ワンデイ、ビタミンミーという、まあ、非常に私も大好きなおすすめな曲がございます。まあ、そのミュージックビデオとか曲の、まあ、感想といいますか、私が特に気になっているメンバーの見どころをご紹介いたしますので、どうかお付き合いよろしくお願いします。8時間しっかり勉強しましょう。早速ですね、ワンデイ飲ませていただきます。ちょっと振ってよいしょ。ということで、色がすんごい茶色というか赤い、あのバナナだけだと思ったら、これ結構いろんな5種類の野菜入ってるんですね。ちょっと驚きましたが、じゃあいただきます。乾杯。濃い味です。これ結構濃い味で、こう人参、トマトでなんかこう緑の野菜が入ってますけども、なんでしょうね、人参とかちょっと酸味も意外とあります。ギューッと詰まった味で、こう野菜の繊維も残ってて、なんかいかにもこう食物繊維がいっぱいって、これ以上お腹きれいになったらどうしようっていう感じでございますけども、まあ、確かに濃いんですけど、最初はうんと思ったんですが、だんだん飲みやすくなってきますね、これ。これが結構、はい、美味しいですね。あのこれで1本ですね、その11の、そのマルチビタミン、ビタミン B1、B12、C が取れますので、ぜひお願いします。ごめんなさい、今ちょっと近所の方が来て、外で、会話してますけども、こういう田舎漬けも大事ですし、このね、野菜の恵み、普段私野菜取らないからですね、ぜひ皆さんと飲んで健康になりましょう。まあ、全体ですね、ミュージックビデオとか曲も注目いただきたいのですが、まあ、例えば、まあ、全体で言えば、例えば西田翔ちゃんの可能性が詰まってんだぞいっていうところは本当も有名ですし、その後に来るミーミーのコールもですね、絶対これライブで盛り上がると思います。まあそんな中ですね、特に注目の今回5名のですねメンバーの見どころをご紹介をいたします。
まあ、正直私の、まあ、ほんと好みも入っておりますので、まあ、それぞれメンバーにほんと特色がある、今回やっぱ出ている、ね、メガネの男の子もね、のメンバーも登場しますし、個性が強いメンバーも揃ってますけども、まあ、あえてですね、私の注目の5名を1人ずつご紹介いたします。1人目が小林ほのぴでございます。まあ私のほんと一押しのメンバーでございますし、この今回のこのビタミンに、さらにですね、いいなと思いました。まず、まあ正直なところ、こう、痩せたんじゃないですかね。まあ、より磨き、こう、可愛さに磨きがかかって、スタイル良くなってるなという印象を受けます。で特にあの2番のですね、あの、かぼちゃにはビタミン E がっていうところはですね、の顔がまあ正直私好きだった子に、昔好きだった子のですね、顔に出てもういたたまれない気持ちになりますし、やっぱりすごく気になってますね。そして今回もこのキーボードを弾いてですね、楽しげに弾いてるのがまたいいですよね。まあ、ほのぴ、ぜひ皆さんも注目してください。私はあの先日、定規を買いました。二人目が、里吉歌のちゃんでございます。うーたん。ですね、今回の MVP、個人的な、ですね、MVP は、もううーたんかなと私は思ってます。ですね、先生の助手的で、の役で、本当にあの、いいポジションだなと思います。まあ、これまでになくこのね、全体曲で目立っているなという印象でございます。ね、オープニングの、もっと声を出しましょうっていうところ、いいですよね。本当美味しい役ですし、もう個人的に好きなのが、あの、Y 字バランスをする場面ですね。2番の途中で、この Y 字バランスがまた綺麗ですし、ほんとスタイルも良くて、この笑顔がいいですよね。ね。野菜にはビタミン、ね、いろんな、なんか、セリフもこの後ありますけど、ほんと可愛らしい科捜研の女好きな少女でございます。3人目が、前田心ちゃんです。まあ、前田心くんということで、メガネの男の子ではですね、もうボーイッシュな役で、出てました。今回もそのもちろん、ボーイッシュな役でも登場してますが、このですね、ビタミン B では私個人的には、このまあ、そのボーイッシュと逆に、ほんと乙女な面があって可愛らしいなっていうのを感じました。このギャップが本当にいいなと思っています。まあ、最初にですね、渡すっていう場面がありますけども、ああいうおどけたキャラもいいですよね。あれ、若干アドリブっぽかったらしい。アドリブというか最初の台本が変えたとかいう噂も聞いております。で、あとですね、2番の、特技は、バラバラ、集まってのところがですね、ほんと乙女チックな声。今までメガネの男の子役では、僕なんかとかいう、まあ、低い声だったのが、本当に乙女で可愛らしい声だなと気に入っております。で、これ、ミュージックビデオではないんですが、実際歌番組の振り付けになると、この Y 字バランス先ほどね、里吉ウータンがやってますけども、その時に、実は、前田心さんね、ちゃんも Y 字バランスやってるんですが、バランスこう崩れるような役をやってるんですね。それが本当可愛らしいなというところを思います。このね、ボイッシュ。で、かっこよくいるにもね、最初出てますけど、実はほんと乙女だなっていうところに、こう、魅力を感じます。続きまして、山崎ゆはねちゃんでございます。ゆはえもんですね。最近実は急上昇でですね、大注目のメンバーでございます。まあ、ビヨンズ学校のね、動画のゆはえもんのギャップもありましたが、今回のその、ビタミン B でも割と、ね、かわいいね、表情豊かな、ですね。場面もありますし、ダンスもキレが良くて、ですね。歌も上手くて、ほんと注目でございます。ね、オープニングでね、ビタミーンズの、まあ、裏切りも面白いですし、まあ、これ、ゆはねちゃん自身ではないんですけど、2番でですね、こう、メガネ男の子の学生役のところのシーンで、画面にこう、くるって、付き合うね、なんか友達バランスとかいうところで出てますからね、画面回転するとこ私個人的に好きです。で、そっからのウータの Y 字バランス。そして、このピのビタミン E とくるところがね、ほんと個人的に気になってます。この山崎ゆはねちゃんはですね、まもなく6月の25日、うちのおじの誕生日と同じですけども、写真集が、ファースト写真集が出ます。ね。まあ実は私も予約しております。まあもし届けば後日動画が上がるかもしれませんよ。じゃんじゃん。最後5人目は、島倉理香様です。ごきげんよう。ね、最初のビタミーンズってね、先陣切るところも良いですし、リカ様は本当に意外と声が低くてですね、足りないよのところも決まってますし、その後ポンポン落とすところ、みんなで手に持ってポンポン落とすところが本当面白くて、これも一つ見どころです。
で、また、メガネの男の子役ではですね、お嬢様風なお嬢様役でございまして、今回ビタミン E でも登場しております。そこで出てくるリカ様、悔しがってるリカ様がまた可愛いんですね。なんか動物、なんか恐竜みたいって言ったら怒られますけどね。ガオガオキュンとかね。はい、すいませんでした。ということで、まあね、見どころを紹介いたしました。もう本当にですね、おすすめのですね、ミュージックビデオであり、この、そしてワンデーであり、でメンバーも本当個性派なんですね。まあ本来であれば、その5月末の福岡公演、ビヨンズの公演に、ね、参加する予定でした。まあ残念ながら今回、まあ中止延期となりましたが、またメンバーと会えることを楽しみにしております。で、また近々、まあちらっとさっき申し上げましたけども、もしかしたらビヨンズとあるメンバーとのですね、またなんか関連する動画があるかもしれませんので、それもお楽しみになかったときはごめんなさい。ですね。ということで皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ね、もしよろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。それではまた、どすこい。